ガチンコマッチクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保です。今日もね、ミスター M さんからスクワットについてのアドバイスをいただきました。まあこの辺りでね、結構私のスクワットスタイルは固まったんではないかなと思います。と同時に、まあ今までいろんなね形でスクワットをやってきたんですけども、まあその時その時に応じた、まあ、スクワットがね、私を支えてくれたのかなっていうことと、あとそうですね、やっぱりことに応じて自分のフォームが今、例えば今ね、私47ですけども、この年齢と体格、それからどういうふうな体型を目指しているのかによってですね、まあ、なんですかね、やる運動って変わってくると思うんですよね。やっぱその時々に応じたトレーニングを、ね、受けることが必要だなと改めて感じました。ということでね、本当にありがとうございました。で、今日は私のドリンク紹介をしようかと思います。まずはね、水分補給大事なんですけども、このシェーカーにですね 450cc 入る、これダイソーのシェーカーなんですけども、シェーカーを私のねこうマグカップに見立てて氷をしっかり入れてですね、こうブラックのコーヒーをだいたい1日に3杯ぐらい飲んでますね。苦い。これでだいたい1リットル半ぐらいかなと思います。それからね、コーヒーじゃなくて麦茶を入れることもあります。麦茶はね、惜しげもなく麦茶の袋をいっぱい入れてですね、濃いのをね、ミネラルたっぷりで飲んでますね。あとはね、外出するときはペットボトルのお水 280cc の炭酸水を飲むことが多いです。これを飲むとね、やっぱりね、満腹感が出るんですよね。ということで、まあ、ガチンコマッチョクラブに関わらせていただいて、夏に向けてね、ここ3、4日改めてそのスクワットの方をやらせてもらったりとか、食生活をちょっと切り替えてみたんですけども、おかげさんでね、体重は少しずつ減ってますね。まあ、多少の空腹感はあるんですけども、やっぱね、空腹感を感じないと食ってのは細めていけないと思うんですよね。だからもうこう空腹を感じないように、なんで太りにくい食品をいろいろ工夫してね、常に満腹みたいな状態でするダイエットもあるのかもしれませんけども、もう私はね、やっぱ普段から食べ過ぎてるところもあると思うんで、まあ、食をまあ2割減ぐらいにして、それがまあ慣れてきて空腹感を感じなくなったら、さらにそこから1割減とかするって形で、必要なカロリーを摂取しつつ、まあ私もね、調理師ですから栄養学は、まあ、そこそこ学んだことがありますんで、あとはなんですかね、インターネットとかで確認しながら必要な消費カロリーを補給しつつ、バランスよく栄養をとってね、鉄分ですとか EPA とか DHA とか魚から青魚から摂るようにしたりとか、野菜もね、野菜も過信しすぎずに野菜だけ食べてらいいってもんではないんで、やっぱりこうタンパク質をねしっかり摂るためには、お肉も必要かなと思います。まあそんな形でね、おかげさまで、85.今はね減ったんですよ、体重。測り始めて6月4日に測り始めたんで、まだ3日目なんですけども、最初ね体重 86.7 だったんですよね。で今 85.2 なんで 1.5 キロこの4日間で痩せたということになります。 1.5 キロですよ、すごいですね。最初の1日目で 86.7 から 86.1 になって、その次の日は 85.8 なんですよ、昨日がね。で今日さっき測ったら、朝5時半ぐらい測ったら 85.2 でしたね。痩せました。で、あと腹回りなんですけども、最初93センチあったんですが、それが翌日には94になり、昨日は93センチで今日は92でしたね。まあこの辺は1センチっていうのはね、メジャーで測る時の誤差もあるんで、80センチ台にまずなることを目指していこうかと思います。で BMI という値がですね、あんまり芳しくなくって、最初 27.5 から始まったんですけども、現在 27.3 ということですね、BMI と。まあ、以上報告ですかね。これからもよろしくお願いします。